遅くなってごめん。ほんとだよ、誕生日の主役が10分も遅刻ってどういうこと？ごめんってば。ちょっと作業してたんだけど、いつの間にか約束の時間になっちゃってて。あるよね、そういうこと。でも珍しいね、時間も忘れるくらい集中するなんて。いつもは瑞希と喋ってばかりなのに。は？何なのそのトゲのある言い方。あ、まだ大丈夫だよエマちゃん。今リンがミクたちを呼びに行ってるところだから。曲のイラストを書いてたの？ううん、絵画教室で出された課題、書き始めてしばらくはあんまり進まなかったんだけど、参考になりそうなモチーフを見つけたらイメージがふわっと浮かんできたの。そこからは結構一気に進んだかな。へえ、今回は調子いいじゃん。今回はって何？まあ実際そうなんだけど。あ、ひょっとしたら前に真冬を描いたからかな。真冬ちゃんがエマちゃんのお家に泊まった時の？うん、あれのおかげで被写体に対する向き合い方のコツがちょっとはつかめた気がするんだよね。あのデッサン見せてもらったけど、温かさを感じるいい絵だったな。私もあの絵は見れてよかったと思う。エナからは私があんな風に見えるんだって知れたから。ほんと？書いた甲斐があったな。ねえエマちゃん、お願いがあるんだけど、いいかな？お願い？うん、僕今のエマちゃんの歌が聞きたいな。きっとまっすぐで強い思いを感じられる気がするんだ。まっすぐで強いか、わかった。私も自分の歌がどう聞こえるのか興味あるし。ああ、でもソロはさすがに。じゃあ僕が付き合ってあげよっか。いいの？ならお願いしちゃおうかな。私たちはこっちで聞かせてもらうね。うん。行くよ瑞希。シャルル。消してしまうならもういいよ。笑って
ありがとう、エマちゃん。やっぱり、まっすぐで強い思いを感じたよ。あ、集まってくれたみんなも、歌を聴いててくれたみたい。お、いつの間にかすっごく賑やかになってる。みんな、聴いてくれてありがとね。ミクたちまだ来ないけど、こんなにたくさん集まってくれてるし、一度お祝いする？いいんじゃない？ね、みんな。よし、それじゃあ行くよ。せーの、エナ、誕生日おめでとう。おめでとう。みんな、ありがとう。こんなにいっぱいお祝いしてもらったんだし、これからも頑張らないとね。まずはやっぱり基礎を勉強し直して、イメージ通りの表現ができるようになるところからかな。でもそこそこ長い道のりになるだろうから、長い目で見てて。あれ、ミクたちじゃない？あ、本当だ。なんか迷ってるみたい。それで全然来なかったんだ。じゃあ迎えに行こっか。そうだね。それじゃあみんな、今日は本当にありがとう。またね。バイバイ。